ようこそイグレーシャニクリストザバイブル日本語編へ視聴者の皆さん今日多くの人々はキリストに信仰を持つことは大切だということを認識していますそのため多くの人々はキリストを救い主として自分たちの心の中で受け入れていますそうすることでイエスを信じているということが証明でき 救いを裁きの日の救いを確かにすることができると考えているのですしかしただ単にキリストに信仰を持っていると告白するだけでキリストに本当に信仰を持っていると証明することができるのでしょうかどのようにしてイエスに対して本当の信仰を持ち裁きの日の救いを確かにすることができるのでしょうかではまず聖書は キリストを信じることの重要性を説いているのでしょうかヨハネ3章16節聖書はこのように私たちに言っています神はその一人の子をお与えになったほどに世を愛された一人の子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである聖書は イエスに信仰を持つことの重要性を説いているでしょうかはい説いています今読んだ説で一人の子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであると言っていますですから裁きの日に私たちが救い私たちの魂の救いを受けるためにはキリストを信じなければなりませんその一方でキリストを信じない者 もしか信じない人々には何が待ち受けているのでしょう同じくヨハネ3章今度は18節聖書は私たちにこのように教えています巫女を信じる者は裁かれない信じない者はすでに裁かれている神の一人の子の名を信じていないからである キリストを信じていない人には何が待ち受けていると聖書は言っているでしょうか今読んだ説で巫女を信じないもの、キリストを信じない者はすでに裁かれていると言っていますこれが理由でキリストの教会のメンバーはキリストを信じています彼に信仰を持っているのですそしてただ信仰を持つだけでなくこの信仰を強めるようにと私たちは教わっていますしかし キリストに信仰を持つだけで十分なのでしょうか聖書に聞いてみましょう。ヨハネ8章31節で聖書は私たちにこのように教えています。イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた私の言葉にとどまるならばあなたたちは本当に私の弟子である。 私たちが救いを得るためにはただ単にキリストに信仰を持つだけで十分なのでしょうかいいえ今聖書でキリストは「もし私の言葉にとどまるならば私の言葉に従うのであればあなたたちは本当の弟子である」と言われました。ですからただ単にイエスを信じるだけではキリストの弟子にはなれず救いを確かにすることはできません。 イエスの弟子として受け入れられ私たちの救いを確かにするためにはただ単にキリストに信仰を置くだけではなくキリストの教えに従いその言葉にとどまらなければならないのですイエスの弟子になるために私たちが救いを確かにするために従わなければならないイエスの教えは何でしょうかマタイによる福音書28章そして19節で 私たちににこのように教えていますだからあなた方は言ってすべての民を私の弟子にしなさい彼らに父と子と精霊の名によって洗礼を授けなさいイエスの弟子になるために私たちが救われるために従わなければならないイエスの教えの一つは何でしょうか イエスは先ほど読んだ説で彼らに洗礼を授け私の弟子にしなさいと言われましたですからキリストの弟子になるためには私たちは洗礼を受けなければなりませんイエスはご自分を本当に信じ本当の洗礼を受けた人々に何を確約されたでしょうか今度はマルコ16章 15節から16節で私たちにこのように教えています。それからイエスは言われた「全世界に行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい」「信じて洗礼を受ける者は救われるが信じない者は滅びの宣告を受ける」「イエスは ご自分に本当の信仰を持ち本当の洗礼を受けた人たちに何を確約されたでしょうか先ほど読んだ説でキリストを信じ本当の洗礼を受けた人たちには救いが約束されていますですからただ単にキリストに信仰を持ち彼を救い主として受け入れるだけでは十分ではありません私たちは洗礼を受けなければ救いを受けることは でできないのですしかし主イエス・キリストによるとどこで洗礼を受けなければならないのでしょうかコリントの手紙112章13節で人たちが私たちにこのように説いています。つつまり一つの例によって私たちはユダヤ人であろうと ギリシア人であろうと奴隷であろうと自由な身分のものであろうと皆一つの体となるために洗礼を受け皆一つの霊を飲ませてもらったのです。主イエス・キリストによると私たちはどこで洗礼を授かなければならないのでしょうか。今読んだ説によるとシトパロは 一つの体で洗礼を受けると言われましたですから私たちが救いを受けるためには一つの体で洗礼を受けなければなりませんその人が洗礼を受けなければならない一つの体とは何のことでしょうかコロサイ1章18節シトパーロがまた私たちにこのように説いています また巫女はその体である教会の頭です使徒パウロが言う一つの体とは教会のことですイエスが頭として成り立つその教会の名前は何でしょうか使徒原行録20章28節その答えがここに書かれています どうかあなた方自身と群れ全体とに気を配ってください聖霊は巫女の血によってあがない取られたキリストの教会の世話をさせるためにあなた方をこの群れの監督者に任命なさったのですイエスが頭として成り立つその教会の名前はキリストの 教会ですですから救い主の命令である洗礼を授け救いを確かにした人々は他のいろいろな宗教にはいませんある一つの体ある一つの教会キリストの教会に身を委ねるのです視聴者の皆さんこれが理由で私たちキリストの教会のメンバーはいろいろな友人いろいろな知人を熱心に継続的に 私たちが行っている聖書の勉強会に招いているのですこれはあなたたちに対する私たちの神の愛の現れなのですですからどうか次の機会もこの番組をご覧になりどうかあなたたちが本当の真理にたどり着くことを私たちは心より願っていますイグレーシャにクリストザバイブル日本語編をご覧下さり誠にありがとうございます